私のおすすめはこちらも昨年大人気でした、こちらのミュールがおすすめでございます。とってもあのシルエットが綺麗なミュールですので、もう履くだけでおみ足を綺麗に見せてくれます。この甲の部分の立ち上がりがとっても綺麗ですので、横から見た時のシルエットもすごく綺麗に見せてくれます。で7センチとしっかり高さはあるんですが、板ヒールという少し幅のあるようなヒールを採用してますので安定感も抜群です。こちらは甲の部分の革の面積が広いので、足元が寒々しくならないので秋口まで履けるなと思いました。今日は、アニャンスで買ったばっかりのこちらのセットアップを合わせてみました。可愛いですね。ありがとうございます。こちらの洋服がフリンジがついていたりデザイン性があるお洋服なので、今日の履いてるシンプルなミュールがとても相性がいいなと思って選びました。こちらのミュールは片押しがついてるデザインなんですが、シルエットがとってもシンプルなのでデザイン性のあるお洋服と合わせてもとっても綺麗に合わせていただけます。今日の洋服のポイントはこちらのタイトのレースのスカートです。トップスはブラウンと、あとジャケットもベージュにして秋らしくなるようなカラーのコーディネートにしました。洋服を選ぶ時のポイントは、ちょっと身長が低めなので、ウエストをインできるようなものにしたりして、バランスがよく見えるようなコーディネートを意識しています。私がおすすめするのはこちらのスカーフがとっても素敵なミュールになります。こちらのやっぱりチェーンとこのスカーフの組み合わせが他にはないデザインだなと思って胸キュンしちゃいました。胸キュンしちゃったんですね、お色味がすごく落ち着いたベージュになっておりまして、ちょっと秋を感じるような、そういったお洋服にも使っていただけるような落ち着いたお色味になっております。スカーフから覗くちょっとチラ見えするゴールドの高級感がすごく上品で、もう乙女心くすぐるすごく可愛いミュールになっております。クロシェのアイラインのニットワンピースでコーディネートしてみました。ちょっと透ける感じがすごく軽やかな印象で履いていただけるので、黒なんですけど重たくならずに合わせていただけると思います。低身長ですと、ちょっとボリュームがあるお洋服着るとかなりバランスが難しいんですけども、そこでこういったあのヒールを合わせることでちょっと目線を上に上げて、バランスを取るようにしております。シンプルなお洋服にやっぱり映えますね、はい、そうなんです。やっぱこの前 の、 あのスカーフがポイントになりますので、スタイリングを一気に華やかに見せてくれると思います。秋コーデに着替えてみました、トップスは白のコットンシャツに、アイラインのシルエットを意識してスカートで合わせてみました。こちらのサンダルがやっぱりこうボリューム感、一点投入するだけで華やかになりますので、こういったボリュームのあるスカートとも相性よく合わせていただけます。あとやっぱ色味がダークトーンでちょっと落ち着いたベースになっているので、こういった白と黒の落ち着いたトーンのお洋服で合わせていただいてもすごく馴染みますし、ちょっと足元に抜け感を持ってくれ、着てくれるようなカラーだと思います。私のおすすめはこちらのミュールタイプのブルカサンダルがおすすめです。甲が覆われているデザインになるので秋口まで長く使っていただけるかなと思ってこちらを選びました。なるほど。カットが本当に絶妙で、なんかこう足を見えすぎず見えなすぎずで、ほんと涼やかな感じで真夏も履けますし、ちょっと肌寒くなってきた時期にも使っていただけるかなと思います。なんかこういうセットアップとか流行ってるじゃないですか。確かに足元が結構スリッパタイプで、フラットなので、なのでやっぱりスタイルアップして見えるのは結構大事だなと思ったので、こういう黒でこうつながったものとかだとすごい縦長ラインが強調されてスタイルアップして見えるかなと思ったのでこちらを選びました。もうちょっとワイドなパンツのグルカサンダル合わせの可愛いね、そうなんですよ、長めのパンツで合わせて足をより覆って、より足が長く見えるようにちょっと考えてみて。秋は、私はこのサンダルにストライプのシャツとストレートのパンツで合わせてみました、そして恒例のワイドパンツのリクエストでございますね、そうなんです。やっぱスタイルアップして見えるのはとっても大事なので、かなりハイウエストで足がストンと長く、足の形を拾わないパンツで合わせてます。結構上はラフでカジュアルな感じなんですけど、足元はレザーのリラックス感のあるミュールを合わせて、ラフ感とガチッと感を合わせたコーディネートにしてます。
私がおすすめの秋のサンダルはこちらのトングサンダルです。しっかりと甲部分まで覆われるようなデザインになっておりますので、うん、秋まで履いていただけるようなおしゃれな一足となっております。すごくツヤっとした、うん、あの素材になっておりますので、履くだけで高級感も出ますし、うん、スタイリングをこうクラスアップしてくれるような、なるほど、はい、そんなミュールになっております。おすすめはダークブラウンですか？はい、はい、おすすめダークブラウンです。ダークブラウンですと印象もすごくこう柔らかくなりますので、うん、とってもおすすめのお色です。ロングのティアードワンピースにストライプのシャツを巻いて、うん、かわいい、はい、コーディネートしております。甘めなアイテムに少しカジュアルなものを組み合わせるスタイルがすごく好きなので、今日はシャツを巻いてます。ティアードワンピースで少し女性らしい雰囲気もしっかりと出して、こちらのサンダルヒールもしっかりありますので、少しきれいめで上品な感じに見えるようにスタイリングをしております。秋服に着替えてみました、はい、ジャケットも素敵ですね、はい、やっぱり秋ってもうすごく温度調節も難しい時期だと思うので、うん、中には今ノースリーブを着てるんですけれども、うん、はい、いきなり暑くなったり突然肌寒くなったりするので、うん、上にあのブラウンのジャケットを羽織っております、うん、指先がしっかり出ることによって程よく抜け感も出るし、重たくなりすぎずに程よくこう夏らしさっていうのもほんのりと残してくれるので、秋にはとっても使っていただきやすいサンダルになっております。